山本モナは日本のもとフリーアナウンサー、タレント。ノルウェー名、モナヘグダルで活動していた時期もある。足のサイズは25.5センチメートル。スリーサイズは B89、W63、H92。広島県尾道市に出生。1982年、6歳の時に日本駅か。福山暁の星女子中学校。 高等学校を経て学習院、大学法学部法学科を卒業し、法学の学士号を取得。その後、2011年に英国国立ウェールズ大学大学院で経営学習士を取得した。1998年に朝日放送へ入社した。2001年より報道局に人事移動、アナウンス部兼務となる。2004年にアナウンス部へ復帰。ムーブ。 の立ち上げにニュースキャスターとして携わる。2005年4月をもってムーブを交番6月朝日放送を退社しフリーとなりオフィス来たのに所属。ムーブで共演した評論家宮崎哲也の紹介を通しての7月13日7月14日バトルトークラジオアクセスの代理出演が退社後の初仕事となった。2006年9月に 筑紫哲也ニュース23のキャスターに、前馬高子と共に抜擢されるが、当時民主党政策調査会長代理であった、衆議院議員、細野武士との不倫を報じられる。体調不良を理由に10月2日から、筑紫哲也ニュース23の出演を休み、10月23日付で降板。2007年1月1日から11年ぶりに、復活したビート、 たけしのお笑いウルトラクイズでテレビに復帰、スイカのかぶり物をして司会を務める。2008年7月放送開始の富士テレビの情報番組、先読みで総合司会として復帰。しかしその直後、東京広島県出身のプロ野球選手、ニ岡智ともおひろとの不倫を報じられ、その結果、先読みライブは1回のみの出演で降板した。 同日からテレビラジオ出演を無期限で自粛、禁止することが所属事務所から発表された。年明けとなる2009年1月20日の大竹誠ゴールデンラジオにおいてメディア再復帰。聴取者からは8割の支持を得て好意的に迎えられた。2010年8月ブログで一般男性との結婚を発表。同日再度の投稿で 2011年春の挙式後にタレントを引退することを示唆している。2011年6月30日に芸能界引退を発表し、同日付で引退。ブログは同年7月10日付で閉鎖。9月から本名、中西もナ名義でブログを開始。11月にはブログで妊娠を発表した。翌2012年7月10日、4278g の 女児を帝王切開にて出産。2013年3月、芸能活動の再開を発表。個人事務所、株式会社アリエスを立ち上げている。2014年6月に第二子男児を出産。同年7月1日付で芸名を旧姓の山本モナに戻した。2019年6月27日、第三子出産を報告。ナレーションその他。 ありがとうございます。